伊方原発での重大事故に備えて伊方町できょう原子力防災訓練が行われ、先月新たに完成した放射線防護施設に住民が避難する訓練を中村知事が視察しました。伊方町できょう伊方原発での重大事故を想定した県の原子力防災訓練が行われました。このうち町内に先月新たに完成した放射線防護施設佐田岬防災センターには地元の住民2人が避難。センターはすぐに避難することの難しい高齢者など要配慮者が一時的に避難する施設。視察に訪れた中村知事が担当者から屋内の気圧を屋外より高くすることで放射性物質の侵入を防ぐことができると施設の機能について説明を受けていました。中村知事は安心材料の一つが増えたと施設の性能を評価しています。